ップのプップップ。皆さんこんばんは、まえです。ヨンです。チャリオスです。チェリップです。さあ2月17日チェリップのプープープー始まりました。始まったよ。この番組は休日のひとときあなたのチェリップでプープープーと過ごす番組です。はい、今日のテーマは、改善ということで、このテーマについて一言お願いします。点が何もないまゆ自分で言ったやばい。完全点がな、あ、完全点な、改善点。いや、完全な点は確かにない。改善点が何もないまゆだな。どれもみんなちょっと惜しい。おいおい、分かる分かる。やめたまえ、やめたまえそうやってナチュラルにディスるのやめたまえでもみんな今自分で間違えたってことは、まゆ自覚あるんだなって。ないな、自覚ない、自覚ゼロ、自覚ない思ったことであろう。いつも素敵、いつも素敵、ありがとうございます。でありがとうございます。じゃあ今日の放送もさぞ素敵に、滑舌もよく、まあ任せたまえ、読み間違いもなく、それは分からん、定かではないやってくれるんでしょう。皆さん楽しみですね。今日も最後まで楽しんでいきましょうねそれではいきますよ。今日も最後までよろしくお願いします。表彰9年テンスピリッツ盛り上げたいチェリッププレゼンツ月刊ガイナーレー。よっしゃ、完璧だ。テイク2でした。よっしゃ、行ったろ、よっしゃ、行ったろ、よっしゃ、行ったろ、いきなりやらかしました。皆さんにお伝えできなかったのが、うん、残念ではありませんが、さあこのコーナーはですね、はい、ガイナーレ鳥取、地元の J3 チームを応援しているチェリップが、はい、チェリップなりに、ね、ガイナーレ鳥取について語っていこうじゃないかという、わかりました、コーナーであります、うん、さてまずは2018シーズンの試合日程が出ました。開幕戦はね、アウェーからです。そこや、3月11日日曜日1時キックオフ、鹿児島との試合ですね、うん、お、鹿児島か。いつもホームで始まっていた感じが最近はしていたので、ね、ちょっと久しぶりにアウェースタートで、いや、いいかも、いいのかもね、もしかしたらね、いつもと違う、今年は違うぞというところがここからも出ております。なのでホームでの、初戦は3月17日を珍しい土曜日、うん、しかも6時からだって。土曜日だ、え、珍しいね、すごい。夜でしょ、夜の出番でしょ。そうだよ、しんど、選手も体が起きてないしんど何時からアップすればいいんやって。夜な、やった、トリスタで、こちら福島さんとの試合です ね、 い、 ね、いつもと違うのはね、まだ続きます。なんだ、3月21日、なんとね、水曜日祝日にやります。時間も2時から。こちらはアウェーで、琉球さん沖縄との試合ですね。結構ね、最初から変則的な感じがあります。大丈夫かな、体調。まあ大丈夫か、まあ頑張ってください。いや、でもこ、あの、今期はあれらしいですよ、その移動とかも全泊にしたりとか、うん、あ、いいね、飛行機を使ったりね、できる限り、うんうん、あの、いろいろとするみたいですので、いや、多分違うと思う、結構。そうそうそう、もしかしたら変わってくると思いますよ、うん、そうね。で、またチェリップもね、呼ばれなくても応援には行こうと思っておりますので、うん、皆さんぜひよろしくお願いしますね。ます、でこれは34節はもうこれ最終節なのかな、出ているのは12月2日日曜日が今のところ出ている最後なんですけど。12月2日、うん、もうずっと向こうの、もうずっと向こうの今年のやべ、これ最終節なのかな。あの、そうなのかな、最後、あの、ある意味注目されている、うんうんうん、最終節ですか、ですね、これは、うん、は、あの、トリスタホームで、うんうん、藤枝マイ FC さんだよ。なので今年藤枝マイ FC さんが優勝の可能性がある。やめてくれ、今までのジンクス通り言ってしまうと ね、 うそうだね、けどそれを打ち砕く今期のガイナーレ鳥取ですから、ね、うん、まあまあ、頑張って行きましょう、みんなね。で、ユニフォームもあれですね、発表されましたね、新しいの、うん、今期シンプルですね、結構、結構シンプル、びっくり、うん、なんか、外国とかのさ、うん、代表とかでこういうユニフォームあったかなって感じ。あの、1本胸に線がピッと入っていて、スタイリッシュな、そうそう、で色は濃いめのグリーンから
鮮やかなグリーンにこうグラデーションしていく感じなので、ね、なんか新しさを感じるね。なんか全、うん、そしてえ毎年アウェイスタートだって。あらら、毎年アウェイスタート。みほたち全然、あ違う、前たちが行くのかだけんだ、その感覚だけんだ。確かに確かに。だってじゃあ今期も通常通りか。あ通常通りか、分かんな、やばいやばい、どうなんだ分かんな。いやそれを打ち砕いていくのが、うん、今期の概念、ね、言うだけ言うだけ言うだけ、ただだけ言っとこ言っとこ言っとこ、うん、だって、あそうなのか。えじゃあさ、これ逆にしてほしいよね、うん、そしたらホームからスタートにしてアウェイを分からなくしたらいつもと違う感じになる。確かにね。なんでだろうね、どういう決まりであれされてんだ。あみだくじかな。違うなわけねえだろ、うん、なんだろうな。やばいやばい、うん、あそうなんだそうなんだ、その分最後がホーム。なるほどなるほど、だからいいのか、そういうことなのかな。いや分からん、優勝するときは最高だよね。だからまあね、まあそうだね、うん、だから優勝することを信じていこう。うん、いやーそれが夢ですからね。ねえ、うん、だって今期はそれこそいろいろと改善、なんかそれこそ昨シーズンからもいろいろと改善がされていたけど、うん、それがさらに具体的な形になるはずですから、いろいろとギュッとなって、そうそうそう、選手の方もサポーターの皆さんも、そうそうそう、あのなんていうの、試合をより、うん、楽しめる形に、ね、充実できるという形になっているんじゃないかなと思っておりますよ。面白いそれ、どうなんだろう、ミオンたちは信じているから、うん、でもマジで何とも言えんけんな、マイたちがやることじゃないけんな。そうそう、ミオンたちは応援するだけだからさ、うん、そうそう、マジテンションだよ。皆さんにもそれこそ、うん、あの今期もう新しく3月スタートですから、はい、あの昨シーズンはちょっと行かなかったなって人も気持ちを入れ替えて、うん、行ってみようぜ、今期からちょっと力入れて応援してみようかなっていうのは全然もう今スタートですから、マジ変わるかも、そうそう、うん、今しかないですから、うん、スタートはぜひぜひ一緒に最高のスタートを切るために3月ホームゲームを集まりいただけるといいなと思っております。でね、キャプテンもフェルンになりまして、うん、そう来ました、さらに充実した、うん、今シーズンになることが期待されます。そうですね、チェリップさっきも言いましたけど、呼ばれなくても自分たちで自主的に普通に行こうと思いますので、ね、見かけた際にはぜひお声掛けを適当に本当にお願いします。お願いします。昨シーズンまでのね、うん、大会というイメージ払拭して、いや本当それな、好感度を上げていきましょう。ガイナーレ鳥取の、それでは今日の1曲目、そんな好感度上げるにはぴったりの曲をね、そのままの曲をお届けしようと思います。フィロソフィーのダンス、好感度上げたい。チェリップのプープープー。はーい、ここからは皆さんからいただいたメッセージを読んでまいりたいと思います。よいしょ、ラジオネームアンディです。ありがとう、サンキュー。先日町田のユニオンディスクユニオンディスクなんでディスクユニオンディスク、なんでさ、かっこいい、なんで業界風にしたの。いや、しっかりね、ディスクユニオンで行われた新曲発表のインスタライブに行かせていただきました。ありがとう。初めて尽くしでどうしたらいいか分かりませんでしたが、メガネのおじさんにフォローしていただき、メガネのおじさんどれだ、おじさんにフォローしていただき、存分に楽しむことができました、うん、新曲早速聴かせていただきました。とても素敵な楽曲だと思います。特にラビンユーラビンユーはやみつきになりそうです。ラビンユーで後だなんで間違えたの。初メッセージなので変態的メッセージにならないようにこの辺で、だって、ありがとう。あらもっと変態的なおじさんが分かってるじゃないの、いっぱいいるというのに、うん、確かにいいじゃないか、別にみんな出していこう、出していこうよ。チェリップも変態的要素があることでな、最近、まあまあまあ、あのちょっとストーカー気質なのかな、やっぱりどうしても追求しちゃうんだよ二人とも。あー言うなよそれ、あんま良くないが。確かにストーカー気質だから大丈夫で、アンディさんはあれだね、あの BSS のすごいリスナーさんで、やっとチェリップに会えましたと、東京でな、ね、ありがとう、わざわざ来てくださいまして、ユニオンディスクでな、ユニオンディスクで会えました。、うん、これからダラーズ FM さんもね、はい、ミオンたちのプップップをはじめ聞いていただけると嬉しいなと思っておりますので、うん、よろしくお願いしますね、末永く。ありがとう。そして、名前をノースフライト、よーノースフライトじゃねえか、続けてですな、ありがとう。まいちゃん、めいちゃん、こんばんは。こんばんは。引き戦、引き戦リスナーでしたが、今回初めてメールしました。あら、サンキュー、嬉しい。新曲、ちょっと待って、新曲リリースおめでとうございます。ありがとう。そして先日の関東遠征お疲れ様でした。ありがとう。私は町田でのイベントに参加しました。別のイベントでパフォーマンスは見たことあったのですが、うん、今回は特典会にも参加して初めて交流できました。お二人とお話ができて
すごく嬉しかったです。短い時間でしたが、本当に楽しい時間を過ごせました。今回の交流をキーにトークで楽しい雰囲気を作る一方で、全力パフォーマンスを見せてくれるチェリップにますますハマりそうです。サンキュー。今度は交流するときは2回目なので、もう少し気の利いたことを言えると思います。何気の利いたことってないの？なんだろう。またよろしくお願いします。だって別にね、気の利いたことが皆さん言えなくてもいつぐさんが全部拾いますので。気の利いたことって分かんないから、完璧な欠点のないいつぐさんが全て拾いますので。一語一句間違えたら注意するからもこらこらと言って。スフォローじゃないじゃないか。フォローじゃない、ツッコミはただのただのツッコミじゃないかよ。気の利いたことなんて、そういうそういうこと考えてるの、みんな考えてるのかな、その気の利いたこと。何気の利いたことって逆に。でもそうだと思う。チェリップが勝手にバーって喋っちゃうけど、みんな多分考えてきてくれるんだと思う。何、今日気象乗りいいねみたいな。そういうことじゃなくて、この曲が良かった、この曲特に良かったとか、これ聴けて良かったとかあると思う。じゃあ次からこっちから聞くが一回始めに、今日どうだったって。うざい、ちょっと何様やねん。うざいな、ちょっと。それか、今日何か話題ある話題。そしたら多分大体みんな、いや、まあ、って言うよ、多分。多分みんなそうやって言う。いや、まあ、確かに。でも、逆にまあ、喋れない方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、チェリップの場合何も考えずに行っても楽しめるっていうお声も、あのポジティブに考えるといただけますので、ね、うん、あの普通にフラッと楽しみに来ていただけると、そうそう、いいなと思います。みんなたちも普通にお話しするのが楽しいので、ぜひ気負わずに、うん、またこのノースカイキさんも軽くダラズ FM もよろしくお願いしますね。はい、お願いします。ありがとう。そしてラジオネームショーンです。ありがとう。ありがとう。まいちゃん、みーちゃん、こんばんは。こんばんは。東京遠征お疲れ様でした。ありがとう。僕は東京定期ボリューム1に行きました。うん、ゲームミュージックが見つけられず、確かにライブ開始に間に合わず見切れ席になってしまいましたが、確かにな、横向いた時に視線がバッチリ合うと何とも恥ずかしい特等席です。いやマジな、それお互い様やで、マジで。僕はよくライブに行くんですが、大きい会場が多いので今回はとっても新鮮でした。たまにしか行けませんが、ラジオ聞いたりたまに遊びに行きます。だって、ありがとう。嬉しいな。何が、それやばか、あの席やばかったよな。しょんな、ほんとやばかった。いや、あのどうやって例えたらいいかわからないんですけど、まあ8畳くらいの大きさですかね。うん、そうだね、大きさ的に、ミオの部屋よりちょっと大きくらいだから、あの一軒家の、うん、そうだね、神戸の、確かに確かに、まあ、10畳も行かないですよ。一軒家じゃなかった、そう、一人暮らしね。そうそう、そのスペースの、まあ、3分の1がそのステージスペースで、あとは椅子がまあ置いてあるんですね、キャンドルミュージック新宿店っていうのは。そうそうそう、なので、まあ、スタンディングよりも当然、うん、座れるっていうか、そう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 、その人の入れる場所も減りますし、遅れてきたら入れないわけですよ、そっち奥の方に。そうそうそう。でそしたら、あのおのずと入り口の受付横で立ち見に、ね、なってしまって、うん、その立ち見のところっていうのがステージスペースの真横なんですよね。延長線上、真横マジで真横におるやつ。バッチリよく見えるんですけど、なので視界を邪魔するものがなんか見えすぎるっていうね。いや、お互いに見えすぎるな。でも横なのでね、ミオンたちも視線をね、ミオンはだから逆、眉側にそのスペースがあるので、ミオンは右が空いてるからね、移動した時しか行けないから、そっちをね、見ようと、あの頑張るんですけど、真横なもんでね、全然違う方向に向くのって難しいんだね。そうそう、どこ向いてんのって、どこ向いてんの、ミオンちゃん。視線とか体をちょっと横向けるとかなら、前の方だったらもう全然、しかも前とかぶってるけど、そう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 、そうなの。だから、うん、あのいいやら悪いやらで心配しておりました、うん、こうやって言ってもらえるとありがたいですね。まだ特等席で言ってくれたらな。そうそうそう、まだ気が楽やわ。でも私も、うん、報われました。すまんすまんって。いやでも本当にだから、それくらい、うん、ちょっと遅れたらもういっぱいだったってくらい、すごいたくさんの方に手を手を手をいただけまして、あの感謝ですな。ほんまやね、安心したわ。そうそう。まあまあ怖いけど、まあ東京で定期なんて怖いよ、怖いって。いや、まあ怖いって言うくせに、この人一言も告知しないことで言えないよ。あの事後報告、事後報告、ほんとありがとうございました。事後報告やばくない？やばくない？今考えたら。新宿来てねくらいつぶやいたらいいのにさ、不安なら。それも6年間貫いとるけど。違う、最初の頃告知してましたよね、皆さん、さすがに。最初の頃は、やばいやばい。あの、まつみさんだったから。まつみさんじゃない、全ピーだったけん。あのやって文をさ、大体さ、これを大体これで書いてくださいって言われとったっけ、はーいって感じで。いや、でもその前はだから自主的に書いてたし、マスミさん時代は。マスミさんの時は多分あんま書いてないと思うよ。嘘つけ、一生懸命頑張っとったわ、みやんと一緒。いや、あの何時に何時にどこでとかじゃなくて、前は多分
どこにいますぐらいにしま書いとったかな。なんでどこに行ってきますぐらい書いとったかもしれない、うん、嘘嘘、みょんと一緒に頑張っとったらもうちょっとアイドルっぽく、それこそ、そんなこと書いとったっけ。まあでもね、場所がねずっとあの体育館だったっていうのあります。漫画王国で変わらないから、こっちがしやすかった、ね、時間かけば分かるから。漫画王国の時やっとったな。やっとったやっとった、アイドルっぽかったもん。あ、ちょっと自撮りとか載せちゃったりしてな。そうなんかやっとったな。今自撮り載せない。アイドルの時代あった、うん、確かにアイドルの時代あった。だからもう今アイドルですよ。じゃあもう芸人かって話ですよ。いやもうね、別にね、何でもいいんだよ別に。本当に何でもいいって何、怖いんだけど。何でもいい、別にもうなんか別にアイドルにね、あの依存してないけど、ね、別に何でもいい。ちょっといいように言ってみたけど。依存してないけど、そう、自分が慣れきれんけんってな、うまく言うなよってな。まあどう、何でもいい。本当だ、でこの前発売日ですよろしくってつぶやいてるだけでみんなよ、うん、驚かれ、あのいつぐさんが嘘、マジつぶやいてる。嘘だろ、やるわ。おい、めっちゃバカにしとるだろ。最低レベルすぎて驚きが。あれ、みんな その程度で褒められるの嬉しいわ。やばいわ。そう、言われとったの。好感度上げていかんといけんもん、やば、好感度上げてどうしよっかな。マジで、すっぴんで出ようかな。なんでだよ。あ、いい。なんでだよ。いや、なので皆さん、こんな感じのメッセージでいいんですよ、本当に。いいよ、もう本当一回。ライブの報告とかね、うん、すっぴんで出てくださいとか、うん、いいのでっていうか、うん、メッセージ送っていただけると嬉しいです。うん、今日、宛先ここ書いてないけど、言えるの、あなた。いけるよ。マックスは、あ、メールは、798@darazfm.com。電話番号は分かりません。よろしくお願いします。電話番号じゃなくてファックス、ファックスは分かりません。で、うん、あのダラズ FM さんのホームページからだと、 そのメールアドレスとか入れずに、ね、そうそう、メールフォームがありますので、 そちらからもぜひよろしくお願いします。お願いします。それでは、いつぐさんが告知をしたことで話題となったチェリップの8枚目のシングル、ここで聞いていただきましょう。それでは聞いてください。チェリップで Song for you。 I race song for you、 I sing song for you more、二度と離さない。 Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah, come on。 涙ごと君にグッバイブレーションだけど、I'm sorry.
OK。 はい、明日は岡山倉敷レッドボックスさんで、スタイリッシュチーム SQTR カイとアユのカイとアユや共同生誕祭だって、すごいね、いいね、めでてえな。なんと参加させていただきますので、はい、ぜひ岡山の皆様、楽しみや、とは言わずもう中国地方の皆様、こちらにお集まりください、来てください。そうそう、でさらにね、なんでねもっと集まってほしいかと言いますと、夕方からは初めてイオンモール岡山の HMV さんでリリースイベントさせていただくんですよ。あの結構広いモールの中の大きい店舗さんなので、ドキドキですので、皆さん力をお貸しください。お願いします。来週の土曜日はね、ちょっとまだ今の収録時点では確定していないのだが、広島に行く予定です。予定ですね。なのでこの情報が確定するかどうかなども含め、チュリップの情報をここで調べてほしいと思い、ここでっていうかこうやって調べてほしいと思います。はい、チュリップと検索してください。バッチリですね。バッチリですね。お願いします。で、それできるわ。それ以降ももう予定がどんどん入り始めておりまして、ツイッターなどにはもう一覧で、あの曜日と場所などは、ね、そうそう、概要などは書いておりますので、そちらもチェックをよろしくお願いします。お願いします。今日お休みいただいた分、明日はしっかりと頑張りたいと思いますので、皆さん一緒に楽しんでいきましょう。ではいつぐさん、もう残したことないですか。好感度上がったかちょっとわからないですけど、やばい、もうみんなのために生きてる、みんな大好き。みんな大好き。最後に上げてきましたけど、ちょっと不安定で、不安ですが、上がったことで不安定ですが、今日この辺で寝たいと思います。せーの、おやすみなさい。まいです。みょんです。食べ合わせてチリップでした。バイバイ。ありがとう。